タムちゃん農園、田村です。皆さんこんにちは。本日は、スイカメロンの、3回目の誘引をやっていきたいと思います。はい、ちょっとお隣さんのスイカ畑、まあ多分鳥鳥獣害対策だと思うんですが、ラジオがかかっててちょっとうるさかったらすいません。声負けないように張ります。前回ですね、U 字ピンで止めたことによって、ここ前回から触ってないんですが、ほとんどまっすぐになってますよね。まあ、こう伸びた先端の方は、まあ、当然、あ、橋さんごめんね、先端の方は暴れちゃったりしてるんで、こういう風に寄せてあげて雑草を取りつつ、寄せてあげるといいと思います。でメロンもだいたいいい感じです。なんでやっぱり U 字ピン必要ですね。ちょっと1回目ちょっと横着して寄せただけにしたところがだいぶ手間かかってしまったんですが、 U 字ピンを刺してあげればだいぶまっすぐ勝手に育ってくれると思います。でちょっと前回、問題があった株を見てみましょう。この支柱立ってるところ結構長いんですよ。だいぶ他より元気に育ってくれてるんですね。ただちょっと株元に難ありで、はい、この支柱立ってるところです。何が問題だったかというと、おお、すごいすごい数のテントウムシさん、5、6匹、7匹見えるだけでもいますね。虫注意、虫苦手な方は注意してください。これですね、アブラムシ。でもだいぶ減ったんですよね。前回もっとうじゃーっとびっしりいたんですけど、木が、まあ、さっき見てもらった通り元気になって、虫除けホルモンよく出てるのと、まあ、このテントウムシさんがいっぱい食べてくれてるんじゃないかなと期待されます。すごい数だな、テントウムシこんなにいるのめったに見ないけど。で、アブラムシのサインの一つとしてこのアリですね。アブラムシいるとこにはアリがいっぱいいます。見えるかな。アブラムシのところに近づいて蜜もらってるんですよね。で、ここで重要なのがですね、アブラムシは映るかという問題。この株がいたら周りに広がっちゃうんじゃないかという心配、まあ、当然、しますよね。映ることもあると思いますが、結論から言って、ノーです。基本的にはノーですね。はい、ご覧ください。このすぐ隣ですよ、すぐ隣ですけど、あ、まあちょっといるか、ちょっといるけど、このね葉っぱの一部にいますけど、こうアブラムシにやられたところをこうやって枯れたり縮れたりするんですが、この株は至って元気ですね。まあ、さらに隣も見てみると、まあ、全然いないと。ただちょっとその、この右隣は株元にはいないですけども、先端の方にアブラムシついてますね。縮れてるのはアブラムシいた証拠です。ちょっともう成長点もダメになっちゃってるな。このツル取るかな、まあ、脇芽出るか、まあ、
ちょっと様子見ながらですね。はい、まあ、結論何が言いたいかっていうと、結局弱ってる株に虫病気は来るわけです。コロナ流行りましたよね。でコロナかかる人かからない人いたと思うんですけど、かからない人ってコロナの人と濃厚接触してもかからないかったりするじゃないですか。それなんでかっていうと、まあ、その人が、まあ、健康だからですよね。まあ、ワクチンとかそういうのもあるかもしれないですけど、その人自体が病気を寄せ付けない体であるということが言えると思います。まあ、で、まあちょっと免疫が弱くなってる高齢者の方とかはかかりやすい、重篤化しやすいっていうのはあると思います。で、植物も同じですね。こんな隣にいて、まあ、前回誘引した動画見ていただければわかるんですけど、もう濃厚接触者だったんですよ。もう誘引しきれてなくて絡まっちゃって、お隣同士、まあ、それでも、まあ、多少ね映ってますけど、深刻な感じではない。でかつこうアブラムシにいっぱいやられてる子も元気になりつつあると私は見てます。はい。で病気虫の原因っていうのは3つあってですね、主因、素因、誘因、この3つです。主因っていうのは病気虫がいるかいないか、まあ、簡単に言うと、まあ、コロナっていう病原菌がいなければコロナになるわけないですよね。まあ、例えば密室空間に10人がいるとします。そこに、コロナにかかってる人がいなかったり、その濃厚接触者がいなければ、その10人は密室空間でもコロナになるわけがないですよね。コロナの菌がないので。主因っていうのはそういうことです。で素因っていうのはその人自体が風邪にかかりやすいとか、ちょっと体が弱ってる状態、疲れてるとか寝不足とかで、誘因っていうのは、その空間が、病気にかかりやすい状況かどうかですね。で、この3つが満たされた場合に病気虫になります。なんで、アブラムシっていう主因はここにありますね。がこっちの隣の子があんまりかかってないのは、素因、この子の元気さ、虫除けホルモンエチレンですねを発してる度合いがこっちの右の子より強いということが言えます。誘因は満たしてますよね。この空間、すごい近いところにアブラムシいるんで、その、主因と誘因の条件は満たしてるんですが、素因、この子の持つ力が強いということで、この子はアブラムシになってないということが言えます。で、もう一つ、今の時期の、管理作業として大事なことが、このできた実ですね。私たちの目的はつるを伸ばすことじゃなくて、この実を取ることなんで、これが一番重要な、作業になってきます。で、スイカですね、こう綺麗に受粉してくれると、こういう綺麗な
形になりますが、まあ、受粉の問題なのか、まあ、その他の要因なのかちょっと不勉強でわからないんですが、この子、ここに頭があって、この子で言うと頭があってお尻ここなんですね。直線で、結べるんですが、この子は頭がここにあって、まあ、網目模様もこっち行ってますけど、お尻ここなんですよね。まあ、5時の状態っていうか、これ変形化ですね。で、これは治りません。このままどんどん大きくなります。で、まあ、これでもいいっていう方は、あの家庭菜園とかね、形気にしないよっていう方はいいんですが、私はお客さんに販売するようなので。で、この子特にコンジキラオっていう、まあ、ちょっとお高い品種なんで、こういう形も気にしていきたいと思います。ある程度多少ね、曲がってるぐらいは許容範囲だと思うんですが、これかなりね、まあ、お店でも見かけない形だと思います。で、まあ、これ捨ててもいいんですが、それちょっともったいないですね。これ食べれます。摘果スイカ、メロンも同じです。摘果メロン、コメロンって言ったりしますけど、メロンコメロン、皮むいた方がいいかな。スイカは特に皮むいた方がいいと思います。結構苦みが皮にあるんで、皮をむいてもらって、薄くスライスして浅漬けとか炒め物も美味しいですとかで、召し上がれます。で、メロンの方ね、種くり抜いた方がいいと思います。で、メロンは皮使ってもいいですし、しましまに皮むいてもいいですね。はい。で、私はこの摘果スイカ、摘果メロン、これも販売してます。ちょっときゅうりのような風味で、かつちょっと甘みがあるような、甘みがほんのりあるようなきゅうりっていうイメージですね。味はとても美味しいですよ。今限定の味なんでね、ぜひよかったら、見つけたらお試しください。はい。で、目安棒立ててます。いつぐらいに取れたものをっていうのが、で、受粉から何日後が収穫っていうのが一つの目安になってます。小玉で、40日から45日、大玉で50日から55日、このブレ幅は積算温度によります。まあ、詳しくはちょっと調べてみてください。ちょっとこの点ね、私まだ、手探りでやってる状態で、どういうやり方がいいのかちょっと模索中なので、なんだ、これがいいですってズバッと言えないのが、ちょっと歯がゆいですが、こういうふうにやってます。で、鳥さん、余計に、袋をイチゴのところから移動しました。はい。これからスイカ150株、メロ350株誘引していきたいと思います。これからは簡単に寄せるだけですね。はい。今回もご視聴ありがとうございました。悲しいことが起きてしまいました。
スイカちゃんが何株か枯れてしまってます。あそこは抜いてしまいました。で、枯れてるのはですね、あのメロンスイカこのようにトンネルで植えてるんですが、スイカだけなんですよ。で、かつこの畝だけなんですね。だから何かの病気なのか、ネキリムシとかそういうのなのか、ちょっと私にはわからないんですが、品種がね、ここ3品種割ってて、まあ、全部時効なんですけど、あっちまね、こっちラオーザスイートっていう感じで、真ん中らへんピノダリ、端っこがピノガール、どの品種も枯れてます。2、3株ずつぐらいでね、こうまだ元気そうな子でも一部枯れてるんですよね。こうなんか病気っぽいかな、なんか移ってきてる感じがしますよね。ごめんね、スイカちゃん。ちっさん、スイカさんを助けてあげてください。スイカさん頑張って、これを乗り越えられればきっと強いスイカになれるから。これ、レジェンド今橋さんの、受け売りです。スイカさん、ちっさんに声をかける。病気さん、よくいらっしゃいました、ありがとう。このスイカさんを強くするために来てくれたんですね。どうか土さん、スイカさんを助けてあげてください。ピノダディさん、ピノガールさん、ラオザスイートさん頑張って。はい、ちょっと心配なんで毎日来ようかな。はい、以上、報告でした。